こんにちは、メヨです。これからストリートファイター6を始める人へ無理なく成長できるような動画を作ろうと思っていますので、見てくれる人が少しでもいるなら更新していきます。格闘ゲーム完全初心者用動画第5回、状況別コンボの選択。アシストコンボだととっさにコンボを決めることは容易ですが、クラシックだとそうはいきません。そのためには距離や状況によってコンボを用意していつでも出せることが必須です。どの場面でコンボが変わるのか見ていきたいと思います。遠距離は JP 以外は波動拳もしくは近づくことです。 U の場合は大きい隙が見えたら SH もありです。近距離の場合は置き攻め以外弱攻撃指導がいいです。発生が早いので相手より早く攻撃を当てるためです。中距離や飛び込み時は判定の強い中強攻撃をしましょう。アシストコンボももちろん中強コンボです。弱だとリーチが短く届きづらいので飛び込みはめくり以外は中強攻撃です。波動拳を読んでのジャンプでも同様です。コンボを叩き込みましょう。インパクト時など急に当たってびっくりしがちです。大チャンスなので安いコンボで終わらせるにはもったいない。自分のできる最大限の攻撃をぶつけましょう。画面端のインパクトの場合はコンボが変わります。空中ヒットになるため専用のコンボが必要です。この状況ではアシストコンボが機能しない可能性もあるので調べた方がいいです。ゲージを使用しないコンボ、ゲージを使用するコンボを用意しましょう。昇竜拳など無敵技をガードした場合、通常とは異なるコンボが入ります。通常ヒット時キャミーの場合、しゃがみ大 P の後立ち大 P は入りません。このように反撃に成功するとパニッシュカウンターとなりコンボがつながります。ここで痛いコンボを入れることができれば相手はむやみに無敵技をぶっ放しづらくなります。このシリーズはグッドボタンかコメントなどネタや反応がある限りは続けていきたいです。今回はこれで終わり。それでは良きストロークライフを。